ほい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 。ほい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 。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これだな。いいし、いいじゃん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 。それ何してんの？ん？ポケマセだよ。ふーん。ポケマセ？ポケマセ？けーい、ギリギリクリア。まあこんなもんでしょう。へー。パズルゲーム苦手って言ってたのにな。なんか意外だな。あ、ポケモンが助けてくれるから俺でも意外とクリアできるんだよね。あとめっちゃポケモンが可愛いんだよね。へー、そうなんだ。俺もちょっとやってみようかな。山田です。なんと今回あのカブポケさんからアッケいただきました。よし、ありがとうございます。カブポケさんだったら何だって受けますよ、私はね。はい、ということで今回ですね、ご紹介するのはですね、実は以前山田チャンネルで収録しているとあるゲームのリニューアルバージョンなんですよね。はい、こちら何のゲームかと言いますと、ポケモンカフェミックス。はい、こちらがですね、なんと10月の28日にこれリニューアルされまして、仕様が若干変更されまして、そしてゲームのタイトルも変わりました。こちらの名前がようこそポケモンカフェまぜまぜパズル、通称ポケマゼになりました。はい、ということで皆様、ポケカフェではなくてこれからね、ポケマゼとしてね、覚えていただければなというふうに思うんですけれども、ポケモンカフェというところをね、新しい店長になって、ポケモンたちといろんなドリンクとか、フード作ってポケモンたちと仲良くなっていって、そしてお客さんとして来るポケモンをおもてなしするよと、いったそんな感じのゲームとなっております。でちょっとね、後でご紹介するんですけどね、ポケモンたちをね、着せ替えさせたりすることができるんですよ。でこれね、ポケカフェの頃ね、もうプレイしていた方だったらわかると思うんですけど、デザインめっちゃ可愛いんですよ。ポケモンたちのデザインがめちゃくちゃ可愛い。ということで今回はですね、ポケカフェからリニューアルされましたポケマゼを、こちらの動画の方でね、少しご紹介していこうかと思います。で今回僕結構やってるんですよ、実は。はい、実はやってまして、ちょっと実際に僕のですね、ゲームの画面ですよね、僕が今持っている自分のアカウントで少しね、ゲーム内容をご紹介できればなというふうに思います。とりあえず今の僕のね、なんとなくのゲームのプレイ状況を見ていただければなと思います。はい、今ですねこの動画を収録しているのが12月の17ですよね、17日なんですけども、の時点で今オーダーがね、天井525まで来たんですよね。でこれオーダー今522ということで、まああと3つですね、やると、現状クリア、現状解放されたやつは全部クリアというふうになってます。今ね、僕のカフェにね来てくれている、もう従業員として働いてくれてるポケモンたちが、まあまあこんな感じなんですけれども、まあじゃあ例えば、じゃあちょっとこのね、EV でご紹介するんですけど、これポケモンごとに得意ギミックっていうのがあるんですよ。このギミックっていうのが、まあ、各パズルのステージをやっていくときにすごく重要になってくるんですよね。ギミックとそれに対して得意ギミックのポケモン誰なんだみたいな感じで。それとあとは、ま、スキルっていうのを使って、ま、そのいろんなパズルクリアしていくんですけれども、個々のポケモンごとにね、見た目が可愛いのももちろんなんですけれども、特徴がね、いろいろあったりするんですよ。まあ、それはちょっと後でゲームプレイしながらね、ご紹介していければなというふうに思います。今来ているイベントなんですけれども、アローラロコンのイベントが、これ始まってるんですよね。これ17日からスタート、になっている。こちらでちょっとねご紹介していこうかなというふうに思います。じゃあちょっとオーダー見ていこうか。これあれだ、今僕オーダーめちゃくちゃレベル高いんですよ。522なんで、初めて見た人意味わかんないと思うんで、ちょっと序盤の方のクエストやりますね。で今回ちょっと僕はまあせっかくアローラロコンのイベントということで、左のアローラロコンを選びます。ちなみにこれ追加オーダーっていうのがあるんで、これ一回ね実はこいつ呼んでます。はい、呼んだアローラロコンもう一回一回ね、ちょっともう一回来てってやろうとすると、こんな感じ追加オーダーっていうのが必要ですね。よいしょ。はい、ということで、ロコン選びました。で、ロコンでオーダー、これ522のクエストやるんですけど、これ、オーダー詳細っていうところでどういうステージなのかがわかるんですよね。上、これ選びます。はい、こんな感じですよね。はい。これがね、ギミックがね、これ1、2、3個。ありますね。3つギミックがあるんですけど、まあ、これのそれぞれの説明に関しては、これ、すごい時間膨大になっちゃうんで、今回端折りますけど、まあ、左側に、スコア7万、
で、なんか四角が、13、ケースが8、で、卵10ってあるじゃないですか。とにかくここをこなしてくださいと。これをクリアせえということですね。で、まあそれをクリアするために得意なポケモンが一応この2匹選べますせって感じですね。どっち行こうかな。ゴチミルにするか、ピカチュウにするか。でもこれゴチミルかな。ゴチミルがこれ、白い四角、うん、これ確か角砂糖かな、お砂糖なんですけど、これの方が得意なんですよね。で、こっちの数多いんで、今回はゴチミルにしようと思います。よいしょ、はい、行ってみよう。あのね、まあまあやり込んじゃってるのよねステージがだからレベルが高いっていうね。はい、よし、じゃあちょっと実際やっていきましょう。これ真ん中の、ね、パズル画面の上にある11って数字が、まあ11って今回使えますよっていう、そういうことですね。じゃあちょっとやってみようか。どうやっていこう。上の方がちょっと多いな。あんなこと、まあ同じかな。一回ちょっとつなげまして、はい、でよいしょと。はい、これ本来はね、この角砂糖右側さ、ひび入ってるじゃないですか。こんな感じで、あの1回隣でね、あのパズルをマッチしても壊れないんですよ。実際1、2、3回とかやんないと壊れないんですけども、まあゴチミルの効果で一発でね、3個ぐらい壊れたよって感じですね。どうしようかな。ゴチンゴチちゃん、ちょっとまあそのままちょっとつないでいこうか。こっち側でどう。はい、来たー。今ね、生まれたやつが、これがね、あのゴチミルのスキルですね。それじゃあどっちに使っていこうかな。まあこれ上方向を壊すんですよ。なので右か左どっちか破壊した方がいいよね。こんな感じかな。はいっと、んどこしょー。はい、オッケーで、こっからだな。もうちょっとゴチミルで右側を破壊しよう。はい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 、よいしょ。はい、オッケーで、また上方向破壊しなきゃいけないから、これね、左下にこれゲージあるの分かります？これね、いっぱいマッチするとね、いっぱい稼げるんです。で、これが満タンになるとスキルが使えるんですよね。で、一番スキル稼げるのがゴチミルのアイコンなんですけど、これもう今ほとんどないんで、次に多そうなの、これどっちだ？ミジュマルかな。とりあえず適当にミジュマルで卵巻き込みつつ、オッケー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 、はい、ダメージ与えました。で、卵が3カート、はい、いいね。んどこしょう。はい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 、で、あと5手ということで、じゃあもう一回ちょっとゴチミル欲しい、スキル欲しいので、ちょっと多めな土台ドスで、よいしょ。はい、これでスコアですよね、クリアできたんで、あとはよいしょ。はーい、壊して、うん、壊すと、オッケー。はい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 、これで一応このクエストクリアしたんですけども、今また出てきたじゃないですか。これ何かっていうと、これ星3チャレンジっていうのがあるんですよ。今俺ね、クリア、これ星1でクリアしたの。これこの後星2、星3評価が欲しいんだったら、残った手数でこいつらを倒せっていう、残りも消せっていう、そういう感じになってるんですよ。結構で、これ難しそうだぞ。2手でしょ？ 2 手で左側上バーン壊したい。卵。だから、少なくとも真ん中と右側の角砂糖はもう速攻壊さなきゃいけないから、OK。はい、この1手でできることならば、壊れてくれ！あ！ああ、ダメか！残念。はい、壊せなかったですね。ゴチミル、もうちょっとレベル高かったらいけたのかな。ただまあスキル出たんで、角砂、まあ、むずい。卵とケースは多分、卵角砂糖ワンチャンだな。ゴチミルで卵角砂糖ワンチャン。はい、こう。スコアと角砂糖と卵、あ、オッケーオッケーオッケー、よしよし、星2になった。惜しい。あと1点あればね、星3評価1万左ね、これ立てると全部いけたね。はい、ごめんなさい、よくわかんないかもしんないはい、あのね、マッチ、あのパズルをつないで、特定のギミックの隣にそのパズルが来てる状態をね、これマッチって言うんですけど、マッチで壊せるのと壊せないのがあるんですよ。で、今あの角砂糖は壊せるんだけど、あの謎のケースに入ってるやつね、あれ壊せないんですよ。あれが難しい。うん、まあ、僕が現状で、こう、プレイできる、一番後半戦のクエストを今やってるんで、まあ、結構ギミック対応多いんですよ。なんですけど、序盤の方行くってこんなに難しくないんですよ。ちょっと実際見ていただこうと思います。はい。じゃあ、例えばこれ今ね、オーダー5。もうすぐ、
あの皆様ゲームダウンロードしたらすぐもう出てくるようなやつですよ。はーい、じゃあオーダー5の方入りました。これだとねスコアほら2万ですよね。で済むし、しかも角砂糖9個ですね、もうめちゃくちゃシンプルな感じになってます。そしたらこの辺をよいしょとつないで、はーい、なんか見てても結構わかるんじゃないですか。あ、なんとなくあの角砂糖を壊すためにこう囲えばいいんだなみたいな。で、あのトゲピーもね得意ギミックで角砂糖が解放されているので、今みたいに、ね、一撃で何列か壊れましたよって感じですね。よし、じゃあちょっとそのままこっちの、じゃあはいゴンベでダメージ与えて、さらにゴンベ行ってみよう。あ、惜しい。もう一個だな。はい、でこれあのスキルですよねとは別でこんな感じで、はい、メガホンが落ちてくるんですけど、メガホンも本来だったら壊せないギミックとかをね壊したりとかに使えます。よし、じゃあやっていこう。でスキル、じゃあこれ、はい、これ合体させちゃいます。こんな感じで2つね必殺技があるとまとめてねより強力なスキルとして使うことができるんですね。はい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 、となんかじゃーん、オッケー、はい、星3獲得ですね。よいしょ。でこの星3評価っていうのはこれ取らなくてもクリアになります。星1でもクリアになるんで、で星1だったらね割とねサクッと勝てます。結構誰でも、あの僕とかパズルゲームとか普段そんなにねやってないんですよ。正直多分ハマったパズルゲームっていうのはないんですけど、唯一ですね僕やり込もうと思ったら星3をうわガッてやるぞってやり込めるけども、めちゃくちゃカジュアルにやれて、で結構ハマっちゃう。でほどほどに頭も使うところがあるみたいな。いや、バランスがいいですね、本当に。で、これね、ポケモンごとにね、見ていただくとわかるんですけど、じゃあ、例えば、ここにいる。はい、これ、タブンネなんですけど、これ、タブンネの左側、これ、スキルとその下に得意ギミックってあるじゃないですか。これ、得意ギミック、これ、3つ。各ポケモンごとに3つまでになるんですけど、これ今2つしか解放されてないじゃないですか。僕あのこれレベル上げてって2つまで解放したんですよ。で、最後レベル15になると、これまた新しくね、得意ギミックが増えるんですよ。だからこれ見てください。はい、僕の海流とかでこれ得意ギミックがもう3つ全解放されてる状態になってるんですけども、序盤って全部のポケモンがレベル1スタートなんで得意ギミックって何状態なんですよね。で、そうなってくるとギミックってもう地道にこう壊していかなきゃいけないんですけども、各ポケモンを、まあ、ちょっとずつレベルを上げてあげて得意ギミックを増やしてあげると、あれっていうの。序盤でここ全然星3評価取れなかったのに、久しぶりにやったら星3いけたやん、みたいなことが結構起きます。なんで、ずっとこう、オーダーをこなしていて、ポケモンちょっとずつ仲間にして、で、たまにトレーニングしてあげて、昔クリアできなかったやつをもう一回やってみて、みたいな感じで、こう、ぐる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 回していると、割とですね、そこまで苦労なく、いろんなオーダーをクリアできるようになっていると、いった、そんな感じのゲームだなっていう印象がありますね。割とカジュアルなプレイでも、ゲーム自体が楽しめて、さらに気持ちいい。パパパパパパって消えていくあの感じとかもね、すごい気持ちいいし、キャラも可愛いので、かなりライトに楽しめるゲームだなというふうに思います。で、着せ替えアイテムなんですけど、単純にレベルを上げるだけでも増えてきます。このゴンベとか、かなりレベル上げてるので、着せ替えの数も増えています。こんな感じで。はい、EV ブラウンとか、ルカリオブルー。ルカリオブルー似合うけど、うわ、俺ね、プリンピンク結構好きなんだよね。プリンピンクは結構レベル上げないとね、これ出てこないんですけど、可愛らしいですねと。だから自分の好きなね、ポケモンに好きな衣装を着せてあげることができます。これ何着てても強さとかに影響ないんでね、本当に自分の好みって感じです。で、普通にね、オーダーをこなしていれば入手できる、こういう着せ替えもあるんですけれども、これとかほら、マスカレードってこれあるじゃないですか。こういう風にちょっと特殊系の衣装っていうのもあるんですよ。で、実は結構もうオーダーやってるんで、今着ているアローラロコンイベント、多分もう勝手にちょっと進んでるんですよ。なのでちょっと見ていきましょう。よいしょ。はい、迷子のアローラロコン。ということで、これね、今ね、はい、上の表示がね、こう進んでいったりし、こんな感じ進んでいくんですけど、これなんか、白と青のこのなんか、ぐるぐるしてるように見えるマークですよね。これがですね、まずスコアを獲得してる状態なんですよ。これイベントが始まってる時っていうのは、このスコアをですね、まあ、オーダーをやるっていって、どんどんどんこう稼いでいくと。で、それが進んでいくと、今回だったら、ここですね。はい。
レベル12達成した時にアローラロコンが入手できると。で、この後もアローラロコンのビスケットとかもありつつ、他のアイテムもゲットできますよと。でですね、この動画公開のタイミングでスタートしている、ロコンイベントですよね。こちらの方でですね、なんとお友達ロコンがですね、さらにゲットできるということみたいです。いやーもう僕はもうアローラロコンと普通のロコンね、絶対セットでゲットしてやろうってね、今ちょっと意気込んでる状態なんですけども、そのお友達ロコンのイベントについてね、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。12月27日から開催されるチームイベント、お友達ロコン。これをクリアすることによって、ロコンがゲットできて、さらにですね、これチャレンジカードってやつですね。これを、クリアして進めていくと、あったかケーブっていうのがロコンでもらえます。ちなみにこれね、アローラロコンの方にもね、今の開催中のイベントでもね、これやってますね。はい。ということで、ちょっとね、トークの方が長かったと思うんで、最後のエンディング、ちょっともう僕が、もう喋りながらでもクリアできるってところをお見せしながら、最後終わっていこうと思います。ということででして、まあ、ポケモンがまずそもそも可愛くて、で、すごく気軽にね、ゲーム自体がやれて、で、まあ、爽快感もあると。カジュアルに、ね、プレイできるのにすごく楽しくて可愛い。そんなリニューアルされてね、非常に面白いゲームとなっておりますので、ぜひぜひ皆様ですね、これを機会にですね、ちょっとダウンロードしてプレイしてみてください。概要欄の方にですね、こちらのね、ゲームの、まあ、ダウンロードできる、URL っていうのをね、貼ってあります。なのでですね、ぜひ皆様そちらから、こちらのポケマゼ、よいしょっと。はい。ぜひぜひダウンロードしてみてください。よいしょ。はい。という、からの、もったいないスキルの使い方した。はい。まあ、星1評価ですが、とりあえずクリアしましたと。オッケーヒヤヒヤした普通にミスったまあなんですけどね。はい。すごく面白いゲームなんで、ぜひぜひやってみてください。で、個人的にですね、今回、まあ、ちょっと、フレンドとか僕全然作ってないんですよ。なので、フレンド募集とかをね、ちょっとツイッターとかでやりたいなと思ってます。あと、このゲームチームとか作れるんでね、それについてもね、もしかしたらちょっとね、自分でチーム作って、フレンドさんとプレイするなんてこともあるかもしれません。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだツイッター、インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。それでは、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。